皆さんこんにちは。今回は口なしを取り上げてみたいと思います。口なしの花芽文化は7、8月頃ですので、剪定は通常花が終わったすぐ後に行います。最初の動画では花が咲く前の4月に剪定していますけれども、通常は花が終わった後に剪定します。ですが剪定の仕方自体はそれほど変わりませんのでご覧ください。まあこれ結構大きくなってるのでね、切り戻してちっちゃくしたいんですけど、まあちょっと花は諦めるようかもしれないね。もう花の元があるので切ったら花は減るかもしれないですけど、今回は花よりも木を小さくする方に重点を置きましょうかね、はい、切り戻した後に残るのがこの辺の下の方にある葉っぱね、この辺とかね、とこの辺とかね、この辺こんな感じでちょっと小さくなるイメージですね、はい、で特にこういう輪郭から大きく出た枝をどこかで切り戻すわけだけど、まあ、この辺に小さい枝があるので切り戻して、これも出てますよね。この中があるからこの切り戻しで、これは内向枝ですね。中へ向かっているので落としたいんですけども、どっか途中に枝があればいいんだけどないので、ここまで取ります。このぐらいの高さで揃えていく感じですね。これも出てるね。このぐらいの感じ。これも内向枝なんですよね。これ。これ辺はいいけど、これはもう中へ入っていってるので、ね、こんなちっちゃい枝は残してあげて、これ切って、これ取る。で、これ前に切ったところですね。前に切るとやっぱり切った周辺からたくさん出てくるので、まあ、これを整理するか、この一段下に芽があれば1本2本に切り替えていった方がいいですね。これもこれ自体が高いと思ったら、この辺のこの辺とかね、脇枝があるから取っちゃってもいいですね。するとこのぐらいの大きさになりますよね、はい、でこの辺出てきてるからこれもこの出っ張ってる部分をここまで戻してやる。これもこの葉っぱを生かしてってことは、これね、これを生かすからこの枝自体をここまで切ってもいいのね。ここまで、今やってるの切り戻しなんですけど、切り戻しっていうのはこういう脇枝に戻してこっちの方、こっちを切る。で切り詰めっていうのはこれに輪郭を合わせてここで詰める。この枝の軸の途中でこう切る、これは切り詰め。でこう切り詰めたいっていう時はここに芽が欲しいからね、ここに芽を出させると、要するにこれもあるしこれもあるしって密になるわけね。で密にしたければ切る、細かく切る。切り詰めしたら芽は密になります。で密にしたくない場合は切り戻しで、さっき言ったここで、ええ、これで切る。そうするとここの枝はなくなってこれとこれだけになるので、密になることは防げる。これもこれ今ここに脇芽があるんだけど、ここで切るとこの芽の方向はこっちですよね。そうするとこれは内向枝とか立ち枝になっちゃうのが見えてるわけですね。
だからここでは切り戻さない方がいい。芽があるからっつってここで切り戻すよりは、こういう外側へ行ってる枝を残して、こういう方向で残した方がいいですね。これも高さ下げましょう。いっぱい下げるならこれね、これ残してここまで行っちゃえばいい。ここまでね、ここまで行ってみましょうか。これを残して、でこういうツンとした枝を分岐させたければ、こうさっき言った切り詰めを、ここで切り詰めればここから分岐して枝が出てきますね。まあそういう風にしたいか、これ自体をなくして透かしたいか、どっちかなんですけどね。これはこの辺かな。同じ要領で、これもちょっと背高いですよね。で背高くてちょっと強くてごつい枝がたくさんありますよね。とこの塊自体をなくしてもいいかもしれない。でそういう時はこういう、そのこの枝の下から出てるこういう柔らかい枝ね、これはこっちまでいらない、これを残してやってこっちで落としちゃう。そうするとこうなって、この塊がね全部そのまんまなくなる。ゴツゴツしてるからね、これどこでこう切ってもなんとなくゴツゴツしてる、ね、これはこれはちょっとね内向してる枝ですよね。こういうとこで切り戻してもいいけど、まあ中入ってるからこれごとなくしましょうかね。これもここゴシャゴシャしてるね。これもねここで切ってるんだよね。ここで切ってるからこの周辺から出ちゃう、まあ、出るのはしょうがないんですけど、だからこれを出てきたやつをこうやって取って処理するか、もう一回切り戻しちゃうか、どっちかですね。この辺の枝に切り戻しちゃってもいいかもしれないね、この周りを。ここまで行っちゃう。あ、これ折れちゃった。ここからやんないとね、こうやって折れちゃったりする、気をつける。これちょっと出すぎてるね。ですかね。こういうのもね、これちょっと高いでしょ、ここ。ここで切ったっていいんですけど、あるいはここで詰めたっていいんですけど、それでも高いし、ここで切るっていうのは一番ダメね。ここで切るとごしゃごしゃわけわかんない方向へ出てくるからね。だからもうここで切るんだったら、この下、例えばこの枝を生かしてここまで落としちゃうとかね、はい、こういうのもね、こういうとこで切っちゃわない方がいいね。でこっちがやってきます。ここの高さにするんだったら、もうこれこっちがこれでこといらない、こうね、はい、ここもこの辺にするなら立ってる枝はいらないので、これ口なしの実だね、ええ、あのなんだっけ、キントンとか作るときね、栗キントンのときにね、これもちょっと出ていますね。こういう面に、ここまでやるかこっちの面にするか、ちょっと全体に大きいからこうしますかね。ここにね、飛び出てるね。こういうのもこの辺に切り戻して、これとこれ生かしてこの出っ張りをなくす方法があるので、なのでこう切らない方がいい、ね、密になっちゃうし、
こうすればこれとこれで輪郭作れますからね。ここら辺ですね、もう立ち上がってきてますね。これここで切ってもこの中に内向していっちゃうんで、むしろこの中のこの枝とかこの枝とかに任せた方がいいので、これは元で取っちゃう。これもね、これがあるからこっちに、まあ、これは切り替えるっていうことだと思いますけどね。切り戻しと切り詰めと切り替えですね。あとこういう垂れてる枝ね、こういうのはちょっとだらしないから切ってあげる。あとこれも伸びすぎてるから切り戻し、もうちょっと間延びしてますね。あとこうやった時にイメージがね、これね、これとかこれ、これ中に入ってってんだよね。まだ小さいんだけど、これ太くなっちゃうと邪魔な枝になってくるので先に取っとく。これはもう完全に内向枝ですよね。内向枝だし、ここから出て輪郭をこれかな、ここですね、ここへ行ってるんですよね。こういうのね、僕は越境枝って言うんですけどね、自分の領域から他の領域へ行っちゃってるんで、これですね、これを取ります。こんなのがね、こっから向こうまで行ってるんですよね。時々はだからこう枝どかして中をこう覗いてやって、イメージないかなっていうのはちょっと見る習慣をつけた方がいいですよね。これなんかはちょっとね、こっから始まってこっち行ってここまで来てるでしょ。これはちょっとこっち方向へ行き過ぎてますよね、この発端からしたら。だからまあこの方向までは許して、こっちはちょっと行き過ぎだよということで、これで落としとくっていうのも手ですよね。こういうふうにしよう。始まったところからあんまり遠くへ行かないように。で、今ここにこう輪郭作ってるこの枝も、これも言ってみればあの奥から来てるんですよ。これとこれ、これはあそこから来てるんですよ。だから内向枝がずっと伸びてこっちの輪郭になってる。まあ向こうは日陰だからね、あんまり行きたくないからこっちへ出てきたいのは分かるんですけど、こういうのも気になれば落とす。これね、これですね。でこれなくなっても全然この辺には影響ないんですよ。取りますけど、まあ、あってもなくてもね、こんなのが向こうから来てるからね、で使ってんのはこの先っちょだけじゃないですか。でここはもう邪魔な枝になってるんで、こういうのは取る。でまあ中行った時に枯れ枝があれば枯れ枝も取っとくんですけどね。よっ。こんな感じですかね。剪定の前後の様子です。そして3ヶ月後、7月の様子がこちらです。花は諦めていましたが、いくつかは咲いてくれたようです。剪定によって中の方に日が入り、新しい芽も吹いて、だいぶこんもりしてきました。そして5ヶ月後、9月頃の様子です。中の方に新しい芽が吹いています。そして1年後、今年の剪定の様子をご覧いただきます。今年は、さつきの花の割と、くちなしの花の終わりが比較的一致したので、タイミングとしてはね両方一緒にできるのでいいんですけども、
年によってはもうさつきを刈るタイミングの時に口なしがねまだ終わってなくて、さつきを刈り込むタイミングで口なしの手入れができるといいんですね。一番スライダーみたいになってますね。写真撮っとこうか。でね、この勢いで口なしを刈り込んじゃうっていう手もなくはないんですけど、私は前好きじゃないんでね、剪定しますけども、ただ、さつきの刈り込みと口なしの剪定がね、同じ時に同時に行えるっていうのは割と仕事としては効率いいんですよね。口なしの方が花が遅いんでね、さつき刈りたい時にまだ口なしが咲いてたりすると手出せなかったりするんですよね。口なし剪定ですね。これも2年前かなんかに結構がっつり切った木なんですけども、中にだいぶ芽が吹いてきて切り戻ししやすい状態ですよね。切り戻ししやすいってことは要するに選択肢がいろいろあるってことですよね。ただね、こういうのをね、ゴツゴツになってくるんでね、こういう時はこっちに逃げるとかね、逃がしちゃってこうゴツゴツし始めたやつをね、例えばこれ切ってもね、またここから出ちゃうのね、ゴツゴツしちゃうんで、こういう枝に切り戻して枝を作り直しちゃう方が、まあ見栄えもいいし作業も楽ですね。ここはまだかろうじてできますけど、これもだからだんだん古くなれば団子になってきちゃうんですね。これはもうね、この辺まで行った方がいいですね。これを残す、この辺残してこっちをみんな取っちゃう、こういう感じね。
立ててますね。こういうのはまあ残しといて次の台にね使います。でね、こっちをもう太くなりすぎたら切り替えていくんでね、少し残しときます。というわけでこのようになりました。この日はとても気温が高く、カメラがうまく動いてくれませんでした。夏は撮影に向いていませんね。暑い中仕事するなっていうことですかね。この後は人の背丈ほどバカでかくなったクチナシの木を春先に強剪定した時の動画を流します。あまり解説はしませんので、お時間のない方はここで切り上げてもよろしいかと思います。実がなっていますが、今回は深く切り戻すので実は残せないと思います。こういう感じの大枝の剪定になります。
この斜め手前にあるのも別の株のクチナシです。気性はだいぶ違いますね。このクチナシも少し手を入れなければなりません。先ほどの大株のクチナシですが、半年もすると中の方に新しい芽が吹きます。次の剪定の時には方向の良い小枝を探してそこまで切り戻せばもう少し小さくなります。方向の悪い枝も発生しますが、これらは適宜取り除きます。このような方向の良い小枝に切り戻します。そして今年も花子の剪定をしました。背丈ほどあった左側の大きなクチナシがだいぶ小さくなりました。花がちょうど終わったところですね。花たくさん咲きました。みんな花柄なんでね。もう終わりですね。まあ、花が終わった部分をこう刈り込むっていうかね、切ってもいいんですけど、まあ、この際ですから少し高さを下げながら切り戻し剪定しながらやってみたいと思います。これ花終わってここをまあ取ればいいようなもんですけども、もうちょっと深いところ花があったところね、こういうところで少し縮めるとなるとこないんで、もう少し下の方へ探していい芽があればそこまで切り戻しますけども、どこまでいけるかな、このぐらいまでいけますけどね。もっと小さくするんならこのぐらいまでいくか、ちょっと中枝がパランとしてきてますからもう少し追い込みますか。この辺まで切っても大丈夫ですね。これが実になるんですけど、まあ実を使う必要がなければ取った方がいいですね、早いうちに。これが種ができちゃうと木が疲れますんでね。これもこの辺生かして少し縮めますか。ギリギリここまでいけるかな。そうするとこの辺の高さまでね下げられるってことですね。これも一段切り戻して、これも
ういう芽があればこっちを取っちゃう。 ここにこの辺からも吹きますけどね、まだ少し花の香りが残ってますね。いい匂いがします。こんな感じでね、いきましょう。でこっちは少し前にかなり切り戻し剪定して縮小化を図ってるところなんですけども、だいぶ中の方にね芽が吹いてきまして、こういうところね、なので、その時残したこういう枝をさらに低く切り戻して、もうかなり背高いのでね、でまあ途中でこういうふうに切っても構いませんけどね、まあ、刈り込みができるぐらいですからね。ただまあそんなに揃える必要はないのでね、私はあんまり枝先は積みません、切り詰めません。こういうごつくなってきますよね。ですから早いうちにここでこう処理してもこの辺ごつごつしちゃうんですよね。だから早いうちにこういう脇枝に切り戻しちゃうと、こんな風にね、そうすると枝の流れが柔らかく詰めますよね。この辺で落としちゃいますかね、これごとね。よいしょ、低くしたいんでね。これもなってきますね。もうだらしないけど、まあいいか。もう少し詰めます。ゴツゴツになってきますね。ちょっと取ろうか。このぐらいにしときたいですね、今回は。この辺まで、長時間のご視聴ありがとうございました。